田先生、おめでとうございます。今回からは室町時代に入っていくぞというところで予定をしていたんですけども、この動画シリーズにとって超重要なニュースがあったんで、急遽ね、予定を変更してそちらを扱っていきたいと思います。この動画のシリーズで参考文献とさせていただいていたこの武田恒康先生の不合格教科書なんですけど、なんとこの度めでたく教科書検定を合格いたしまして、晴れて国史教科書ということになりました。本当におめでとうございます。これまでは不合格教科書ということで一般販売されてきていたものなんですけど、これからは中学校で正式な教科書で使うことができるぞということになるんですね。武田先生はこの教科書を作るにあたって、日本の子供たちが日本の建国の経緯を知らない、中学校の歴史教科書は反日色の強い教科書がこれまでずっと使われてきていたというところを指摘していて、その上で日本人のための教科書として日本史ではなくって国史の教科書を作るんだぞというところで6年間頑張って活動してくださってたわけです。その頑張りがようやく報われて教科書検定にも合格できたというのはね、本当に素晴らしいことだと思います。ただ武田先生本人もツイッターで語っているように、検定に合格したとしても実際の学校現場で使われなければ意味はないわけですね。そういう意味で今後は採択されるための活動を頑張っていくぞということで、まあ僕もね、この動画シリーズなんかを通して少しでも力になれればなと思っているところではあります。さて、こんなおめでたい話なんですけど、まあ中にはですね、やっぱりこうふざけんなと思うような人たちもまあいるわけですよね。よっぽど気に食わなかったのか、韓国政府は、まあ、ニュースが出たその日のうちにまあビビッと反応してきてますね。連合ニュースの記事からです。韓国政府が日本の教科書検定をめぐり遺憾表明、日本大使を呼び抗議というタイトルになってます。もうタイトルからしてちょっともうお察しだなっていうところではあるんですけど、まあタイトル詐欺みたいなこともあるかもしれないので、一応中身もねちゃんと読んでいきます。韓国政府は19日、日本政府がドクトや旧日本軍の慰安婦被害者などについて偏った内容を掲載した中学の歴史教科書2点を検定で合格させたことに対し遺憾を表明した。外交部は同日、ドクトに対する不当な主張や慰安婦被害者問題、強制徴用問題、日本による植民地支配について極めて非常識で理解できない嘘の記述が含まれた教科書を日本政府が検定で通過させたことに対し深い遺憾を表明し、即刻是正するよう促すとする報道官表明を出した。声明は歴史的、地理的、国際法的に明確な我が固有領土であるドクトに対する不当な主張が盛り込まれた教科書を日本政府が再び検定で通過させたことに強く抗議する。ドクトに対する日本のいかなる主張も受け入れられないことを明確にすると強調。過去の過ちに対する謝罪と反省はおろか、過ちを美化する内容であふれた教科書を容認したことは両国関係の発展の流れに逆行するのはもちろん、青少年たちに歪曲された歴史観を教える無責任な行動であることを明確にすると指摘した。また両国関係の未来はもちろん、日本の未来を築いていく世代が偏りがある歪曲された歴史教育を受ける場合に抱くことになる偏見に対し懸念を禁じ得ない。日本政府は歴史を直視しながら未来世代の教育により責任ある姿勢を示すべきだと強調した。外交部のカン・インソン第二次官は同日午後、日本駐韓大使を同部庁舎に呼び出し抗議の立場を伝えたということなんですね。いやもう正直ですね、さすが韓国だなというのが正直な感想ですよね。言ってることがほぼ全部ブーメランで自分に突き刺さってる感じなんですけど、ここまで開き直れるのは逆にすげえなと思うところではあります。見習いたいとは1ミクロンも思わないですけどね。次回は今度こそ室町時代の中身に入っていくぞというところでやっていきたいと思います。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。また動画がいいなと思っていただけた方はいいねボタンを押していただけると動画広がるみたいなんで、そちらの方もよろしくお願いします。合わせて配信している日本近現代史とか朝鮮半島史、政治経済とか教育の話なんかもちょいちょいやってますので、動画再生リストから見ていただけると助かります。